こんにちは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。AKB 法廷との西桃香です。どっかに行きたいんだけどな、無理かな。ということで、本日は大阪です。絶妙なあれになってしまうけど、ということで、本当にたった今ずっとというか、今日は AKB48 61枚目シングル「どうしても君が好きだ」の全国ファンミーティング大阪に来ています。そうです。で、こんにちは。一部の時に、お昼の時に撮影会があったんですけど、今は2部の子が撮影会に今行ったところで、私はこのまま今空き時間なので、今日も夜が結構だいぶ遅くなりそうなので、あの次配信しておこうかなと思いしています。どういう前ぐらいのいいポジションないの。あ、こっちの方がまだ虫。そうです。さっき小田さんも配信してたって。そうでしょ、一緒の部屋なんだ。ポタポタ焼き食べます。いや、朝早かったからね、とっても眠いんだ。いただきます。もう、まあ、音声こもった気がするって。そうだよね、ごめんごめん、音声こもってるのは分かってるごめん。まっ、なんかおかずがさなくてね。まっ、うん、そういえば雪の宿も追加された気がするな。雪の宿も食べたい。まっ、うまい。タプタ焼きしてる。なにこれ。あ、そういうこと。じゃあ皆さんに問題です。テレン、問題。猫はキャット、犬はドッグ、ではカッパは、っていう謎謎がこれに載ってる。まっ、うん、正解はレインコート。葉っぱは英語でレインコートだそうです。当たった方おめでとう。まあ、雪の宿も食べたい。
私の衣装かわいいでしょ。一番最初の時のやつ、これどうしても君が好きだでテレビで初披露した時の衣装なんだ。ほぼほぼ見えてないでしょ。今涼しいから大丈夫。ただステージにいるときはめっちゃ暑かった。まくりたいんだけど、そう まくれない、うん、ほんま冬物って、まあそうだね、冬物というか初披露した時はまだ冬だったもんです。冬というか寒かったもんね。森の宮、そう森の宮ピロティホールで、ここで奈々さんやってた、岡田奈々さん、マギ、ここの会場でやってたでしょ。マギなんで知ってると思う。あるの資料が資料というかカーテンコールとかアフタートークのなんか紙がね、ドアに貼りっぱなしでございまして、モルディアナとかアリババアラジン書いてあるのに、そうだからえっと思ってね、なんで残ってるんだろうね。そうなの、写真撮っちゃった、うん、うん、ほんと、うん、写真撮っちゃった。松がと豚木さんかぶってたのそうなの、いけなかった。ちょっとあれ雪の宿あるかどうかちょっと見てきていい？あった、雪の宿、雪の宿公式キャラクターフォアミル、フォアミル、はいちゃんと、はいちゃんだからね、いただきます。なんか味変わった？
なんか久しぶりに食べたんだけどさ、雪の宿。なんか甘さ控えめになってる気がする。なんかしょっぱい、しょっぱいが勝ってる。甘さより。なんか甘い方下にしたらどうか。なんか前もっと甘かった気する。なんでだろう。もしかしたらポタポタ焼きの方が甘いんかな。こっちの方が甘かった。お店の感覚が麻痺してるだけなのかな。いい音って ASMR。 でも美味しい。全部って永遠に食べれるね。お昼それだけ。お昼はもう全然お昼に食べたよ。一部始まる前に食べた。なんならもう晩ご飯の時間が近くない？ねえ、おにしってさ今日のイベントの話になるんだけどさ、おにしって一押し個別お話し会ってやつ何時から？前半組？後半組？ねどっちなんだろう。後半組だったらめっちゃ時間空くんだよ。スタッフさんに聞いてきな。やっぱそうだよね。どっちなんだ。聞いてないの。把握してないから。いや、展開されないのよそういうの。どっちなんだろう。ファンの方はには展開されてるのかなと思ったけど、そういうわけでもないのか。なぜ本人が知らないの。ね、もう西も来たい。多分みんなが帰ってきたら教えてもらえると思うんだ。教えてもらえると思うっていうか、そう言ってくれると思う。前半と後半あるんだね。その辺って前半と後半っていうか、多分やばい。もうこんだけしかない。4枚も食べるなんてお腹いっぱいになるなとか思ってたのに、無心で食べれちゃうじゃん。ね、うますぎ。止まらなくなるよね。止まらなくなっちゃう。
やばい、あとこんだけしかない。ちまちま、ごちそうさまでした。うん、うまかった。そう、聞いてお昼にね、ファンミーティングでなんかやってる遊びがあるんだけど、遊びっていうかなんか企画、それがなんか3曲同時に流して音楽を、 AKB ので、これは何の曲と何の曲と何の曲でしょうかみたいなやつがあるんだけど、前回北海道の時ね、鬼氏あれ一切分かんなかったの、苦手で。でもね、今回分かったの。でも回答権がメンバーいなかったからファンの方が答えるやつだったから、今回は答えられなかったんだけど、今日分かったんだよ。すごくない？すごくない？そう、答えたかったそうなの。嬉しかった。成長、今ミュート消しました。ああ、ゆうも配信すればよかった。今しないよ、じゃあ。オッケー。嘘、しないから。あ、えコンサートの練習しないといけないから。そうだね、ゆう静かにしてるから喋っていいからね。あ、ほんと、ありがとう。邪魔だよね、ごめん。あ、邪魔じゃないよ。ねえ、トリュフのやつ食べた？食べてない。チョコ、うん、選びに行く。食べたい、食べたい。あ、じゃあさ、それをさ、途中の段階に待ってて、待ってて、一緒に食べようよ。ちょっと一瞬だけお菓子見に行ってきます。待ってて、ももちゃん。行ってくるってよ。今ももちゃんは取りに行ってる。でね、あー、もう来た。4種類味がございました。さあ、何にしたか当ててもらおう。あった、あ、何にしたでしょうか。ちょっとここ借りていいかな。うん。え、映んない？あ、いいよ。ちょっと楽屋丸見えかな。え、あー。もっとやばかった、ごめん。ちょっと待って、これ桃ちゃんの？それね、なるちゃんの。そうだよね、大丈夫だよ、黒だから。黒だからね。あ、これでいいんじゃない？いいよ。あ、いいんじゃない？でれんでんでれん。いいわ、ここだけだから。なんでしょうかってやるのに4種類味が入りました。はい、なんだっけ。いちご、ビター、ミルク、抹茶、いちご、うん、この4種類。さあ、大西はどれを選んだでしょうか。どれでしょうか。え、お、ビター、抹茶、抹茶、ビター、抹茶。ゆいだったらビター。え、早く食べてほしいよ、うん、正解はで、ね、ミルクでございましたえ、冷たい。え、冷たいんだけど。ねえ、どんな、え、これちなみにトリュフなんちゃらって言ってたよね。そう、でもね、あの、小田がね、食べてたのさっき見てて、うん、なんか中身すごかったよ。小田は抹茶食べてて、うん、中にパイがあって、え、パイも入ってて、うん、その中にチョコも入ってたの。へえ、トリュフ味があるのかな。この、いた
ただきます。さあどうだ、どうだ、お、うん、何、あ、何、すごい言ってたやつ、はい、え、なんか何それ、生チョコみたいなこと、うん、うん、柔らかいチョコ、あとはいっていうよりあれみたい、あのシュークリームの生地、あ、そうだね、シュークリーム、シューなんとかって書いてあったから、うん、へえ、おいしそうじゃないか、おいしい、食べないの、夜ご飯なんだろう、それはそれだから、それはそれ、それはそれ、え、待って、たこ焼き食べきった、食べきった、あ、これ鳥、あ、鳥か鳥、あとでね、あ、あとで食べれる、どうとか大丈夫よ、まあ、みんな見えへんよ、うん、そんな目良くないでしょ、みんな、なんか言ってる、うん、あの張り紙とか大丈夫って、あ、そういうこと、うん、絶対大丈夫そう、うん、これで見えた、すごい、うん、でももうあれ食べたもんね、たこ焼き、そう食べた、そう、何食べたいかな、うん、今、あ、いやいや、あれデンマークチーズケーキ買いたい、何それあのね、神戸の、神戸、そう、兵庫の有名なチーズケーキがあるんですよね、うん、あれは大阪、大阪リクルおじさん、あ、リクルおじさんね、でもさ、並んでたり時間で買えなかったりするよね、うん、もちろん買えないね、やばい、うん、え、美味しいねんけど、これミルクだよね、うん、美味しそう、家だったらビターかな、この間さ、うん、ちょうど配信してる時にね、うん、あのお仕事で、うん、お仕事の合間に、うん、あのこの間差し入れあったじゃん、うん、あのスタバの、スタバ、あ、うん、あ、コーヒー、うん、うんうんうん、ショールームした時に飲んでて、うん、ウェーって言っちゃった、あ、そっか、うん、あ、ゆいの飲んだやつ、そう、ゆいのゆいの飲んだんだよ、間違えて取ってきて飲んでコールドブリュー、うえーって、うえーじゃないよ、こっちはこっちは新鮮、シンプル、新鮮な、まだゼロの状態の開けてない状態でいたの、そう、大西の分はね、まだ飲んでなかったんだよね、そうだよ、うん、そしたらこっち来て、これゆいのそう、びっくりした、何だったんだっけ、ももちゃんは何、チャイ、もちろんアイスティーのブラックを頼んでたの、あー、なるほどね、うん、でもそのつもりで飲んでたからさ、そういうことね、マジ変わったアイスティーと思ってびっくりした、あんな苦いの飲んでるんだね、ゆいゆい、でもね、コールドブリューはね、まだね、うん、苦くない方なんだよ、ドリップコーヒーっていう方がね、苦いの、うん、でもブラックはもう苦手なのか、うん、まず苦い、食の趣味違うもんね、ゆいたち、そう、だから都合がいいんだよね、うちら、そうお弁当この間鮭くれた、うん、ゆいエビあげた、ツタヤっていうね、お弁当がよく撮影とかで来るんですけど、そうそう、それの、うん、ツタヤってめっちゃ具多いんだよね、いや、そうそう、めちゃめちゃ多い、ゆい好き、でもももちゃん普通、うん、まあ好きだけど、うん、もし牛丼とかのもう一食材になってるのが好き、だから今半とか の、ね、あのお肉のやつあるじゃん、うん、が好きなの、なんで楽しめないじゃん、1個で終わっちゃうの、1個でいいんだよ、おいしいの永遠に同じのを食べてたいの、うん、だから本当に合わないんだよね、そうだから、でも家は嬉しい、ももちゃんから、うん、だって鮭もらえて、うん、鮭あげる、いらない、嬉しいよ、でもエビの天ぷらくれるの、エビの天ぷらいらない、なんでびっくりじゃない、いらない、だから、そう、分かり合えないんだよね、え、今度またね、ツタヤとかあったら、うん、天ぷらとかそういうのあげる、うん、多分ね、多分趣味違うから、ゆいがいい、いらないと思うの、いると思う、え、そうなの、うん、もしいらないのをゆいゆいがいるから、そうそうそう、なのめっちゃいい、そう、だって大西あれ一番何好きなんだっけ、お弁当の中で、あのメーカー、ツタヤとか、うん、ツタヤとか、うん、チトセっていう、どんなんだっけ、チトセって、野菜、あのね、うん、野菜が豊富で彩り豊かなやつなんだけど、うん、うん、こんぐらいのやつ、そう、うんうん、わかる、お米と野菜、うんうん、あるね、か、金兵衛とか、おかずそうな、塚田農場、
ね、もらねっていうの。ねなのよ。なんで塚田農業の、ね、美味しいけどね。そう、基準として全部美味しいんだけど、うん、自分の好みで言えばね。そうなの。あ、ほら美味しい。オーベルジーヌも大好き。美味しい。あ、オーベルジーヌさん、それもちょっとね。このあれではないんだよね。美味しいんだけどね。美味しいんだけど、うん、そう、私はおかずが好きだから、もうそれおかずないじゃん。ないね。っていう。芋はあるよ。いや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 。ね。いやいやいや。うん、全然合わない。合わないです。うん、茶色いものが好き。美味しい。茶色いものね。うん、美味しいけどね、うん。牛丼とか。うん。牛丼がいっちゃ美味しい。あれは？チェーン店とかだって行く？え、行ったことあるよ。好きやとかしてる。行ったことあるよっていうさレベルってことやもんなそれ。いや全然行くんですけど、うん、おかずが好きだからそっちじゃない食べ物選んじゃう、うん、サイゼリアとか、うん、好き。そうそうそう、サイゼリアとかだったら野菜もあるし、やったね、逆にあれ揚げたさ鶏がさ有名なやつ、なんだっけ、チキンのやつね。チキンのやつ、そう、うん、なんかあるよね。あれ好き。あれ美味しい。そう、あれ美味しい。もしサイゼリアやったらあれ好き、うん、何、豆。あ、豆、豆とさ、うん、と卵の、あ、わかる。好き。好き。ああ、あれ好きだよ。お、でもあれはこっち寄りだよ、湯寄りだよ。え、そうだよね、あれは。確かにそうか。あれ、あれ、あとあれ好き、貝4つぐらい乗ってる貝。あ、急に忘れた。え、あれじゃないの、カタツムリじゃないのかな。カタツムリかムール貝があるけど。あ、そう、あ、どっち。4つ。ムール貝じゃない。え、3つ。炎上。炎上じゃない。あ、じゃあムール貝の方か。ムール貝の方か。え、ムール貝食べたことないや。あれ美味しいのよ。エスカルゴ、家はある。そんなある。ある。あー、じゃあ違うわ。エスカルゴ、ムール貝か。ムール貝も美味しそう。え、じゃあメインとして何を頼む、サイゼリアで。え、メインとして、うん、でもあれ好き、あのチキンに野菜の細かいバーっていうのが乗るやつ。え、あの一番後ろのページにあるチキン、ステーキとかハンバーグとかあるでしょ、うんうん、それのチキンに野菜がすごい粉状、あの細かくされてて、うん、それを乗せるんですよ。へえ、それが好きです。ももちゃんは？美味しいハンバーグ。あ、ハンバーグ、うん、やっぱそういう系なんだ。うん、チキン頼んだことないかも。ピザとかは？うん、好きだよ。あ、ピザの種類。あ、それはもう、せーの。待て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 、え、どれにしよう。大西っぽくないのが一個あるの。でも好きなやつがある。え、いいよ、好きなやつだったらそれで。オッケー、せーの、ハチミツのやつ。あれ、え、そ、あるっけ。なんかハチミツかけたさ。あ、そう、ゴルゴンゾーラっていうの。ゴルゴンゾーラ、3種のチーズピザみたいな。あ、そう、チーズに、そう、なんかハチミツかかってるやつ。あ、それは好き。あ、ね、うん、あれ美味しい。あれ美味しい。マルゲリータ。マルゲリータ、あれは美味しいよね。まあまあね、絶対定番、うん、ドリアも美味しい。うん、あとサラミ乗ってるやつ。ああ、あれね、サラミね、うん、サラミ。いやではない。あ、うん、あ、まああれは頼まないけど、うん、お腹、うん、だけどね、美味しい。りんちゃんとかも好きなイメージ、サイゼリアはね、めっちゃ行ってるイメージある、ね、サイゼリア。そうなんだよ、うん、ピザは好みが合うみたいですね。いや、ココイチ行ってみたい。行ってみたい。行ったことないんだもん。行ったことないんだ。だからカレーに入ろうって思わないからさ、お昼ご飯にね。そう、うん、でも興味はある。え、な、でも数回ぐらいでね、行ったことあるの。あ、でもむしろあんま行かへんかも、ここいつは。うん、そう、行くとしたらさ、牛丼とかの方が、うん、そう、牛丼、マクド、ラーメン。そうだよね、その辺かな。ここいつな、いつか行ってみて。回転寿司は？回転寿司行くよ、好きだよ。好きなチェーン店、スシローとか、ね、あ、一緒。そうだよね、スシロー。スシローが一番美味しい。そんなことない、いや、全部美味しいけど、スシローが一番好み。3つ有名なスシロー、はま寿司さん、くら寿司さん。
白はま寿司、くら寿司、かっぱ寿司。ああ、そうか、かっぱ寿司さん。はま寿司って東京あるの？あるある。あるんだ。うん。へえ。秋葉原とかあるやん、ね。あ、奈良だけかと思ってた。はま寿司って。あ、そうなんや。なんで知ってんのかなと。有名なのだと、も、うん、他にも銚子丸とか聞いたことある？聞いたことある。寿司三昧とか。寿司三昧行ったことある。ね。うん。でもあんまない、ね。うん。でも行きたい。寿司三昧とか銚子丸とか、うん、魚べえとかなんかいろいろあるんですよ。なんちゃらあれなんだっけ、磯丸水産。ああ、あこめっちゃ美味しい。磯丸水産ね。うん、磯丸水産ね。丸水産秋葉原にある。あ、そうなの。うん、ゆい悔しいよ。食べ物好きな。ほんとすごいの。なんかさ、うん、インスタかなんかでさ、うん、永遠にご飯のさ、うんうん、こと調べてるよね、ゆいゆいとひーちゃんって。そうかも、うん、いやまあひーちゃんもすごいけど、うん、2人すごい、うん、あとりんりんも、りんちゃんもね。りんちゃんは、りんちゃんはね、そうね、永遠にここ行きたい、ここ行きたい、ここ行きたいとこあるのって言ってるんだけど。そうそう、うん、行きたい泊まりしてるけど。ずゆいと2人でご飯行ったことありますか？2人はない。2人はない。りん、うん、何？あれ、りんちゃん家行ったよね、一緒に。行ってない、それ行ってないの。ええー。行ってないから、かでも一回あるよ、ご飯、4人かなんかで。覚えてる？サイゼリア？違う。なんで？待って待って。違う。山梨の、うん、違う。と、うん、違う。山梨の左屋と。違う。違う。4人で行ったの、大西。いつのタイミングで行ったか全然覚えてないけど、大西と違う、大西ゆいゆい、うん、違う、なぎちゃんとマチャリン、え、4人で、うん、あのね、建物の上の階の何個か食べ物屋さんがあるところに、うんうん、なんか4人で行ったことあるの。なんか空き時間とかかな、かな。え、何食べた？覚えてない。逆に行ったことだけ覚えてる。そう、4人で行ったことだけ覚えてる。珍しすぎる組み合わせって。そうよね。そうだね。でもなんかさ、一緒にな、昔さ、2人でホテル一緒になることあったよね。あれでしょ、あのシュートサイン、うん、選抜を西入った時だ。その時もももちゃん配信してた。そうでしょ、その時からほぼやってるって考えたらすごいよね。そうだね、すごい、すごい。そう、その時も声、あ、その時未成年だから声だけ参加してた気がする。あ、そうや、そう、顔出せなくて時間があれやって言ってて。そうそうそうや、そうや、懐かしいね。あとあれ思い出した。何？なんかどこで話したんだっけ、遊園地。あ、遊園地あったの、動画が。これじゃないんだけど、携帯。え？ 2 人の？うん、2人で遊園地、2人だけで。そう、2人だけで行ったの。東京ドーム、東京ドームシティだったっけ。なんかでっかい、一個でっかいジェットコースターがあるところ、東京ドームシティかな、多分そうに、うん、行ったって言って、それをその時は分かんないって言って、分かんないって言って、で家帰って1個前の携帯を普通になんか見てた時があって、うんうん、あったの。え、すごい。ゆいゆいが運転してた、え、車みたいなやつ。え、すごい、うん、そう、あったの。今度見せるわ。すごい話。なんで、なんで2人で来たんだ。多分ね、それこそシュートサインの、うんうんうん、なんか仕事があったか分かんないんだけど、うん、午前ぐらいで終了みたいになって、うん、そっか、そのままなんか2人で行ったの。一時期東京ドームシティハマってた。あ、じゃあその時かもね。うんうんうん、ももちゃんなんか連れられてった記憶ある。おいなんかわかる。そう、どこがいいって言ったら、ここがいいよみたいな感じで行ったような気がする。確かに、子供だからなんか行きたいと思ったら誘っちゃったかも。懐かしい。ちょっと懐かしい。そろそろ終わっとく、変わるか。どうなんだろうね。あれ、そもそももしかしてみんな終わる、15分に写真会が終わるんだ。そうだ。じゃあもう終わっとく。
こうか。よしよし、じゃあそろそろランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。はい、いきますよ。はい、うん、じゃあいきます。1位がデンスケさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がよっちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がきょういさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がとち太郎さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がカホアップマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がボスブラックさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がお茶葉タイムアットマーク爆裂マーフエクスプロージョンさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位が黒柴のりこ店さん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がコーヒー連さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がつばっさんさん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？うん、でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。この後個別お話し変える方はまた後ほど。じゃあね。